京都アバンティは京都府京都市南区にある複合商業施設である。京都市による初の再開発事業として京都市営バス八条営業所跡地などが周辺街路の拡幅などとともに整備され1984年春に開業した。第三セクターの京都市で開発が建物を所有し商業棟地下一階地上六階は泉屋が権利を所有運営していたが 2011年3月から権利者は、泉屋のまま、運営はオーパに委託している。地下3階地上9階建ての商業棟と、地下3階地上13階のホテル棟などが入居、公開空地で構成される。再開発事業の目的の一つとして、従来は円滑ではなかったとされる駅の北側との接点を担うべく期待されたことから、南北を結ぶ。 地下自由通路と直結する構造となっている。なお、この通路の維持管理を京都市で開発が受託しており、これに関わる費用として京都市から補助金が支給されている。商業旨については、2010年6月に4モール、京都が開業するなど商業施設間の顧客獲得競争激化に伴い2011年3月、地下1階から地上6階のテナントを入れ替え、 大幅リニューアルするとともに、アバンティブックセンターを除く商業施設の運営を泉谷からの委託により、新たにオーパが運営することとなる。個別店舗名など詳細は公式サイトを参照。京都駅駅周辺を参照。京都駅八条口より地下道で直結している。周辺に発着する路線バスについては、京都駅バスターミナルを参照。ありがとうございます。